足を伸ばしてつけるぐらいに、はい、止まってきます。で、これここ伸びる？そんなに伸びない。じゃあもうちょっと近づいていきましょうか、うん、どうでしょう。伸びますよね。はい、これはもう低屈位、つま先、足の甲側ですね、これを伸ばすというか可動域を広げるトレーニングです、うん、なので5秒ぐらいぐっとちょっと指で押し込むような形で、うん、伸ばすと伸びてきますよね。で、緩める。そう、うん、でもう一回伸ばす。はい、で緩める。はい、そうですね、これ10回ずつぐらい行います。回数は自分でコントロールしていいので、多ければまあ大体3セット、まあ、少なければ1セットでもいいと思います。まあ1セットから3セットぐらいを行って、低屈位の可動域を広げていきましょう。ちょっと、ここが硬いという人は、膝を今度は膝を少し曲げてもらっていい？うん、そうそう。はい、膝を曲げてでいいです、まあ、いずれにしてもこのすね側から足の甲側からこの前傾側の可動域に合わせて、角度を作って、行っていきます。同じくこの時にも指でグッとちょっと押すような感じですね、はい、で5秒押さえて緩める。もう一回5秒、押して緩めるという形で同じ回数で行っていきます。はい、そしたら今度はちょっとうまくね、フロア滑らないですけども、足の裏の筋肉を使って自分の体重を、少しずつですけど移動していきます。体重をこう少し前後に動かしながら指でこのようにゆっくりと前に進んでます。もう本当数センチしか動かないので回数でいいかと思います。だいたい20回を目安にして、1セット、まあ、回数によっては2セット3セットという形で、行っていきましょう。はい、次は、指の可動域を広げていく、まあ、エクササイズというか手でコントロールして、可動域を広げていきます。でまず最初指だけ、このように上下に伸ばしていくので、低屈させながら指をこう全体を、うん、こうでもいいです。こうでもいいので指で5本指をしっかり押さえて下にゆっくりと伸ばしていきましょう。あ、やっぱり柔らかい、柔らかいですね。はい、じゃあ今度は逆に行きましょう。はい、ここでもいいです。はい、それぞれ15秒から、まあ、長くて30秒ほどでいいと思います。ストレッチと同じぐらいの長さで、伸ばしていきましょう。はい、そしたら今度は、こういうふうにから先ですね、この中足骨から先側をこのようにひねるように伸ばしていきます。はい、じゃあ今度は親指側から逆の手で持ってこのようにこうですね、ひねる、ねじるように。はい、でしょう。はい、そしたら今度は、1本ずつ伸ばしていきましょう。これ親指単体の筋肉なんでまず親指だけゆっくり伸ばしていきます。
はい、次じゃあ人差し指、うん、はい、じゃあ中指、はい、じゃあ薬指、はい、じゃあ小指、はい、でしょう、はい、足をこう使うときやっぱり背屈位が非常に多いので、低屈位でこの足の甲側でさらに足首の前側も伸ばしていくように、しましょう。で次は今度は